路線車、西鉄バス北九州、弥生が丘自動車営業所行橋車庫は、西鉄バス北九州のバス営業所の一つで、主に、福岡県北九州市小倉南区から、行橋市及び、京都郡神奈町にかけての地区を中心エリアとする。一部の路線で、弥生が丘営業所と、事業分担を行っている。京地区地区における西鉄バスの歴史は、複雑な歴史をたどっている。 西鉄北九州観光の項も参照してほしい。行橋営業所自体は西日本鉄道北九州自動車営業局の管轄下にあったが、2000年の子会社再編により、運営が当時の建築交通へ移され、同社の本社が当時の豊津町から移された。その後、運行路線の大幅縮小が続き、2004年4月1日付で廃止され、 西鉄北九州観光へ移管された。だが、観光バス事業の不振、北九州空港の移転、残った路線を引き継いだ弥生が丘営業所への改装コスト増が問題となり、2007年4月28日、再度一般路線バスの営業所として復活、弥生が丘営業所の有人者ことなった。そして翌2008年、稲田営業所とともに正式に、 西鉄バス北九州の営業所として戻ったのである。現在は営業所を起点とする高速路線と北九州市、小倉南区東部、京都郡神田町、行橋市を中心とする一般路線を担う。2009年6月23日より、にもか取扱い開始。また、営業所でのにもかチャージなどの業務も同時に開始。 福岡県行橋市中央1丁目12番41号行橋営業所バス停は行橋自動車営業所の建物の一部を仕切って乗客の利便性向上のために待合室及び出発窓口を設置したものである行橋営業所からの乗客の大半は校内バス停を利用するここでは安全確保のため発車数分前に乗務員が待合室の客を 案内誘導する方式をとっている。行橋営業所バス停を発車したバスは、県道28号を挟んで、向かい側の行橋営業所バス停にも停車するのみ、表記されている。福岡神田、行橋線やよいが丘営業所と共同管轄。行橋営業所行橋駅東口神田駅、入口バイパス津田小倉東インターチェンジ、西鉄天神高速バスターミナル以前。 小倉競馬場にて、競馬開催時に、下記のような臨時が存在した。津田小倉東インターチェンジに私鉄天神、高速バスターミナル通常運行と、同ルートで運行。福岡行と、行橋港の間に、福岡小倉競馬場を運行していた。以前は、大分県の中津まで運行していたが、JR 日報本,本線が整備されたため、行橋以南の運行を止めている。 4列シート車で運行。かつてはトイレ付きの車両が使用されていたが、中津までの運転を取りやめ行く橋止めにしたことで、所要時間も長くないことから、現在はトイレなし車両が投入されている。また車両も三菱西港で統一されていたが、増便したためにサンディーゼル西港も導入した。各路線ともかつては10番を名乗り、安倍山。 ソネから中津まで幅広い路線を網羅していた。常宮酔いが、丘のローカル線も存在した。2018年12月より平日土曜のみ、ソネ北町へ、延伸、さらに旧門駅業発着が登場した。行橋営業所は、行橋営業所九州労災病院、ソネ北町間のみ担当する。19行橋営業所行橋駅前通、関え木南急門 旧毛駅下曽根駅前九州労災病院、曽根北町行橋営業所管台駅入口、バイパス津田小倉東インターチェンジ、ペイペドーム、ペイペドームにて、福岡ソフトバンクホークスの試合やイベントが開催される場合に運行される。停車停留場は、行橋福岡線と同一である。プロ野球の試合開催時の行橋行きは、基本的に試合終了後に発車するが、 22時30分になると試合が続いていても発車する。北九州空港エアポートバスとして運転されていた。また、バスにエアポートバスを周知するステッカーが貼ってあった。北九州空港発着の飛行機のダイヤが変更になると、それに応じてバスのダイヤも改正となっていた。土曜および休日でも日産九州工場が就業の場合は平日ダイヤにて運行されていた。 逆に平日でも日産九州工場が休みの時は休日ダイ屋にて運行されていた。以前は、行橋駅行きと同時に日産九州工場止まりも設定されていたが乗客が少ないため休止され、行橋駅行きのみの旧往復のみに大幅に縮小されていた。以前、行橋駅日産九州工場間の一部で抜き小倉線のコースを通行していた。また、 日産九州工場内を運行していた。行橋営業所行橋駅東口間は改送運転となっていた。下記の56番が途中で運休となったため、朝と夕方の便は日産九州工場への通勤客が多数利用していた。行橋市から年間約590万円の補助金を受け運行されていたが、景気低迷やモータリゼーションの進行等に伴い、 利用客が減少し、自治体から補助を受ける基準にも満たなくなったため、2009年9月末を、もって廃止された。青葉車庫お町ち見木の、城の駅前、阿部山アマイリ町、ソレイユホールムーブ、前引く西小倉駅前を町、小倉駅、バスセンター、平和道、一般路線車、中型ロング6732 0 15年現在では、大型車の配属はなく、 中型車は、日産ディーゼルの B 型のみ。以前は純正車体のイスズエルガミオと日のレインボーニが配置されていたが、ゆくはし、ガンコクラ線19番の系統分離によって、弥生が丘営業所に転出したものの、2017年12月に、弥生が丘営業所より、エルガミオ2台が転入したため再び配置された。またコクラゆくは線では中型、または、 中型ロングを長く使用しているが、北九州空港のエアポートバスには、大型アンステップ車が導入されていた。高速路線車、三菱不装、日産ディーゼル、椅子図の配置。運賃表示器とカードリーダーは、小田原機器製、運賃箱は、レシップ製。ありがとうございます。